側転型付設艇は日本海軍の付設艇。同計艦5隻。法令上は3計画艦5隻と4計画艦9隻を合わせて側転型としているが、このページでは3計画艦5隻のみを扱う。4計画艦は平島型付設艇を参照。2計画で建造された夏島型付設艇3隻に続き、 防備隊所属不設定の大替帝として、3計画により5席建造された。昭和12年度の成立予算は1席あたり245万円。昭和16年度に、物価高騰を考慮した予算が追加され、1席あたり254万64円となった。過小官名は、第57号艦から第61号艦。計画番号 H11。 前型の夏島型不設定の改良型になる。軍令部の要求も夏島型に準じたものだったが、高支配水量を本型から機雷搭載状態に変更したため、計画で750トンとなった。船体は、両波成功上のため船首炉を環境交端まで延長、艦首に向かってシアーをつけた。火事は低速での歩張り性のために、 半釣り間を装備した。手記は当初の計画ではタービンだったが、差しまで好評だったディーゼル推進とした。搭載の満式3号10型ディーゼルエンジンは、元が商船用で、比較的低速で、重量も大きかったが、性能や信頼性が良く、出入口では内過程のように自由に相関できたという。手法に変わり、 対潜水艦のために発射速度の速い 40mm 機銃を搭載したが、次型の平島型では 8cm 広角砲に戻されている。機銃は 13mm 連装機銃1機も装備した。機雷は93式機雷120個の搭載できた。なお、次型の平島型では93式機雷、5号機雷。 92式機雷のどれか一種類搭載と計画されている。機雷を搭載しない場合は、防戦網か捕獲網の搭載もできた。機雷庫は、機械室の前後に置かれ、艦の前後方向の重心移動も考慮されている。その他爆雷も36個搭載でき、いわば対戦紹介権付設定であった。1937年から1940年にかけて、 三菱横浜選挙と石川島造船所で建造され、対戦中は本来の陽光防衛や機雷布設などに加え、戦団護衛も行った。終戦時は巨彩一石が横須賀で残存している。ありがとうございます。